どうもアフィーでございます。私、街歩きを趣味としておりまして、知らない街をうろつくのが大好きな人間です。不動産投資家でもありまして、物件見学のついでにその街を散策したり調べたりすることが多いので、それをまとめた動画を作っております。動画の大半が街歩きですが、最後にちょろっと不動産や街の将来性などについて分析するコーナーもありますので、最後までご覧くださいませ。今回は静岡県は三島市になります。お隣のね、沼津市と合わさって静岡県東部をね代表する町となっております。町的にはね、沼津の方が大きいんですが、こちらにはね、なんといっても新幹線が通っているというのがね、大きな特徴になります。また伊豆の国一宮である三島大社を擁しまして、観光都市としてのね面も大きい町でございます。はい、それではね、三島駅の北口から街歩きスタートです。どちらかというとね、南口の方がおそらくメインではあるとは思うんですが、こちらね、北口の方には新幹線がね通ってるんで、結構ね駅そんなにねしょぼい感じではないですよ。日本大学のね、このような大きな建物が右手にございます。そしてこちらロータリーもね結構立派なんですよ。まあこちらね、新幹線口ということもあってね、北口の方は結構ねロータリーも立派ですね。こんな感じになっております。こちらにはね、こんな30分無料みたいなね、コインパーキングもあって、車でもね、非常に便利です。こちらね、今見た日本大学のね、このような大きな施設がございます。こちらはね、バスロータリーの方になっております。結構ね、立派ですよね。駅舎もね、そんなね、すごい立派な駅ビルって感じではなくね、ちょろちょろっとね、テナントが入ってるね、パン屋さんとかぐらいなんですけど、まあ新幹線がね、止まる側ということでね、そんなにね、しょぼい感じではないですね。こんな感じになっております。結構ね、やっぱりね、観光の街ということでね、人出はね、意外とね、ありましたね。じゃあちょっとね、北に向かって歩いていきますよ。こんな感じ。広い作りになってますね。こちらは何でしょう？くるくる回ってまして。太陽光と風力で発電して時計を動かしてるんでしょうかね。よくわかりませんけど、単なるオブジェかもしれませんけど、東横インがね2棟立ってまして、まあホテルはね駅前なんで当然あるでしょう。新幹線停車駅ですからね。そして駅前ではおなじみのレンタカー等もございます。とはいえ全体的にそんな高い建物が建っているという感じではなくてね、ローカルないでたちの駅前となっております。まあね、レンタカーにホテルということで、まあ駅前にあるべきものは最低限揃ってるという感じですね。やっぱりね、街のメインはね、どちらかというと反対が南側の方なんですよね。ということでね、北側まあ大したもんがあるわけではないんでね、さらーっと見ていきたいと思います。あんまりね動画的にも面白くないと思うんで、南の方がねやっぱメインになるんで、北口はこの後さらーっと見ていきたいと思います。はい、じゃあね、もうちょっとね、こっから北の方にねさらに進んでいきます。まあ大したものはないんですけどね、こんな感じでちょろっとね北の方に進んでいきます。はい、こんな感じでね、東横インの脇を進むと、前にね、オレンジ色の JR マークがついた建物がございます。こちら JR 東海のね、総合研修センターになります。なんか線路みたいなものもね、見えますよね。そしてここからさらにちょっとね、西の方に向かうと、でかい工場が見えてきます。こちらね、東レの大きな工場がございまして、北口のね、こんなね、駅前の一等地にね、こんな工場なんかのね、敷地がね、占めてしまっておりまして、まあ、このせいでね、大したもんがないのかもしれないですけど、ほら、こっち駅の方を見たところですけど、結構スカスカですよね。結構ね、もう駅出てすぐこんな感じでね、工場みたいなのがいっぱい立ってますんで、あんまりね、こちらは発展してる感じじゃないですね。すぐ工場地帯でもったいないですよね。まあすごいでかい工場で、これもね三島市にとっては重要なんでしょうけど、駅の方を見るとこんな感じでね、駐車場だらけなんですよね。ここね、本来なら一等地なんでマンションとか立ち並んでてもねおかしくないんですけど、ほとんど駐車場なんですよ。この辺りこう見渡してもね、ほら駅の近くなのにこんな低層のね普通の2階建ての木造住宅が並んでおりまして、あと全部駐車場なんでね、もう何もないんで駅の方まで帰ってきちゃいました。ほらこんな感じでね、空から見ても駐車場だらけじゃないですか。すごいですねこれ。再開発される予定とかあるんですかね、駐車場だらけですけど。さあということでね、駅のバスロータリーの方に戻ってまいりました。相変わらずね、立派なバスロータリーの方ございます。とはいえね、やっぱり本当に北口の方は殺風景ですよね。すぐね巨大工場とかね、研修センターとかがあって、あとは低層のね家が並んでるだけなんで、もったいないですよね。再開発とかしたらねすごいことになりそうな気がしますけど、でもね再開発はこの後ね南口の方で行われるらしいです。じゃあね、この駅前のロータリーから南の方に行ってみたいんですけど、こちらのねちょっとね東の方にあるアンダーパスの方まで行かないとね駅越えられないんですよ。これ自由連絡通路ないんでね。ということでアンダーパスのところまでやってまいりました。こっちまで来ないとね南北のね行き来ができないというめんどくさい構造の駅ですけど、まあ、沼津の方はね高架化されるなんていう話もありますけど、三島はどうなんですかね。こっちもそういう計画あったりするんでしょうか。アンダーパス越えてすぐのところにこちらもねホテルがございますね。やっぱり観光都市、まあ出張需要とかもね新幹線あるんであるんでしょうけど、ということでこちらからはこんな感じの小さいアーケードがついた商店街のところを通っていきます。あんまりね三島アーケード見ないんですけど、ここぐらいですかねアーケードついてんの。はい、ということでね、こちらアンダーパスを通りまして、
三島駅東交差点というね交差点の方まで参りました。こちらからね西に進んでね駅のね南口の方に向かいたいと思います。こちらの交差点をはいこのまま西に進んでいって三島駅のね南口の方に向かいたいと思います。やはりねこちらがね伊豆箱根鉄道とね JR 東海道本線のね最寄りの南口になりますので、やはりこちらがねメインなんですね。とはいえねそれほど建物なくすぐ下にね森みたいなのがありますけどね、こちら楽寿園というね観光名所になっております。こんな感じでねちょっとしたアーケードの商店街のところを進んでいきます。まあね結構ね人通りはありますね。こちらもホテルか、うん、ホテルが多いですね。駅近のところにはねあんまりマンションとかそういうのはねないですね。はい、こちらがねもう駅のところです。駅のね目の前のメインのね交差点のところになります。こんな感じ、やっぱりね観光都市だけあってね綺麗にね作られてますよね。この街ほんと花が多いんです。この駅前もそうですけど、街中がねかなり花でね飾られていてね非常に美しいですね。観光を意識してるんだかなんだかわからないですけど、かなり綺麗に作られています。南口はこんな感じです。まあそんなでかいね駅ビルがあるわけではないんですけど、こんなねちょっとね若干ね和な作りの雰囲気のね駅舎になっております。駅前はこんな感じでね中層のビルが立ち並んでいて、まあそんなめちゃくちゃ発展した街という感じではないんですけどね、なんとなくね観光都市のね趣感じますよね。水が流れております。三島はね実はね水の町としてね知られているんですね。非常にね美しいね川が街中にね水路等が流れております。駅前もねこんな感じで水の町を象徴するかのような作りのね水が流れているこんな作りになっております。まあ、これはねおそらく水道水かなんかを循環させてんだと思いますけど、綺麗ですよね。駅舎の方に近づいてまいります。こちらにもね立派なバスロータリーの方ございます。こちらもね立派ですね。人がねこの通りね観光都市ということでね多くてね活気ありますよね。まあ土日ってこともあるんですけど、はい、こっからねさっきの水は流れてるんでしょうけど、まあおそらくこれは水道水ですね。オブジェですかね所詮は。はい、こちらね三島駅の南口になります。こんなね若干洒落た作りになっております。それじゃあね街の方に繰り出しましょう。まずはこのような形でメインストリートと思われるようなねところを歩いていきます。結構ね商店が立ち並んでいて活気がありますね。なかなかね活気のある通りになってます。なんとなくねこう観光地っていう感じですね。なんとなく熱海あたりのね思いを起こさせる街の作りです。はい、そしたらねここもほらこんな感じで花で飾られてて綺麗でしょ。すごいんですよ本当ね。びっくりするぐらいね街の中がねこう花で溢れてるんですよね。素晴らしい。こちらは三島市民文化会館になりますね。そしてその向かいにあるのがねこちら愛禅院跡の溶岩塚っていうんですかね、なんかこういう溶岩がね固まってできたようなね岩の塚があるんですよ。でここもこんな公園みたいな感じでね整備されていて、とにかく花が多いね。素晴らしく綺麗ですよ。こんな感じでね駅前から斜めにこんな感じでこの塚のところまでねやってまいりました。そしたらねこっからさらに南下しますと、こちらね楽寿園の入り口の方ございます。こちらからね南下していきます。この通りもねメインストリートのうちの一つですね。町の中心地のここね南に行くと町の中心地です。お、古いポストですね。そしてこちらがね楽寿園の正門になりますね。あの駅の方からも入れるんですけど、ここがねどうも正門のようです。ここはね美しい水をね称える公園で、まあ有料のねところなんで今回は入りませんけど、そしたらねこの楽寿園の向かいにもね白滝公園というねこちらもね水のね公園がございまして、こちらはね、まあ、無料スポットですので映してもいいでしょうということでね、こちら見に行ってみます。はい、こちら南行くとね町の中心地行きますけど、ここはねあえてこの公園の方に進んでみたいと思います。はい、こちら白滝公園というね、こちらも水が非常に美しいね公園でございます。こんなねなんか水をね獅子おどしじゃないですけど、そういうわけじゃないのか、こうちょろちょろ水がねここ流れてるはずなんですけど今回流れてないですね。まあこういうねからくりがあってね、こっから水が前来た時は垂れてたんですけど今日はないですね。あれ、こちらにも古いポストあるじゃないですか。何ですかねこれは、謎です。はい、ここのこうあれ水がない、あれ水がないですね。ここの公園ね水をたたえた、豊かな水をたたえたね素晴らしいね公園なんですけど、あれ水が一滴もございません。こう下ほらこれ溶岩ですよ。下ね溶岩がこうゴツゴツしてて、そこに木が生えていて、あれそれで水がねコンコンと湧き出てる公園のはずなんですけど、今回水がございません。今回ね4月の頭なんですけどね、この時期ねどうやらねこの三島の町水が枯れているようです。水がねあんまり湧いてこないね時期なんだそうです。この時期ありゃー、前ね夏から秋にかけて行った時は本当ねコンコンとここ今干上がってますけど、これ全部水が張られてたんですよ。その時はでね水がね流れ出てる素晴らしい公園だったんですけど、ああここも全部本当に全然
ひどい。こっちのね、川の方にね、公園の方からね、水がジャージャーね、流れていくはずなんですよ。ここもほら、干上がっちゃって。あら、ひどい。ここほんと綺麗な公園なんですよ。こんな感じで溶岩とね、こう苔と水の公園みたいな感じで素晴らしいところなんですけど、今回残念、時期が最悪の時期に来てしまいました。ほら、こっちの川の方も干上がっちゃってるじゃないですか。ここもっと水位がぐっと高くてね、素晴らしいね、水の景観を見せてくれるところなんですよ。ほら、右のお堂なんかもほら、下のね、コンクリートの足が出ちゃってますけど、ここ水が張られてるはずなんですよ。水に浮いたようなね、お堂になってるはずなんですけど、ひどいな、これは枯れ上がっちゃってますよ。ここね、桜川というね、本当この三島の中でもね、非常に美しい川の景観のうちの一つなんですけど、ここすごいね、水量時期によってはあるんですけど、うわーひどいな。このね、白滝公園からね、この桜川にね、水が流れ込んでいる様子なんか本当素晴らしい景観で、ここねすごい水位あって、コンコンとね水がね流れていく感じなんですけど、うわひどいな、水位が低いでね。右この桜川沿いね、こんな感じでね、綺麗に道が整備されていて、右ずっとこう花が植えられてるんですよ。非常に綺麗ですね。で、水位はね低くてね、もう枯れ川になっちゃってるんですけど、水は相変わらず綺麗ですね、澄んでいて。ここね、水量があるとほんと綺麗なんですよ、さっきの公園も。ぜひね、皆さんは水量の多い時期にね、見に行ってみてください。先ほどの公園も本当はめちゃくちゃ綺麗なんです。あ、カモがねこんな泳いでて、ほんと綺麗な川なんですけど、あら、もうカモがこう足でね、かこうとするんですけど、そこについちゃってるじゃないですか。足が泳いでるっていうよりも川底歩いてるみたいな感じになっちゃってますね。これはひどい。いやー、ここねほんと水量豊かでね、非常にね綺麗なねとこでね、見てて飽きないところなんですけど、ちょっと今回はね本当に時期が最悪の時期に来てしまいましたね。まあでもね、この通り住んでいて本当に綺麗なんですよ。こんなね、そこがね砂地になっていて、こう平らになだらかになっていて、水がコンコンと流れてね、ところどころね、なんかバイカモみたい、バイカモではないか、なんかね水草みたいのがね流れてて、本当ここ綺麗なんですよ。こういうやつですね。すごい綺麗なね景観を見せてくれるんですよね。右側ずっと花が植えられているし。でね、ここでね、一旦ね、この桜が暗渠の方に入りますね。これが、この先がどこに繋がってんのかよくわかんないですけど、ここで一回ね、ということで、ね、今、白滝公園からこの桜川のところをこのように斜めにずっとやってまいりまして、はい、でかい神社が現れましたね。こちら、ご存知、三島大社でございます。こちら三島大社なんですけど、ちょっとね、この横からね、入んのもなんなんで、正門の方にね、回りましょうね。はい、こちらの交差点には、はま寿司の方ございます。あんまり街中にチェーン店とかそんなないんですけど、ここはね、がっつりはま寿司がありますね。で、こっち、西の方を見るとね、こちらがまさにね、この三島の街の中心方向です。まあ、後で行きますんでね、こちら。まずは、こちらのね、三島大社の方を見てみましょう。こちらね、伊豆の国の一宮でございます。非常に大きな神社。こちらね、門前町の方になりますね。ここ多分ね、観光のね、いろんな食べ歩きとかできるスポットだと思いますけど、今は早朝なんで、まだ開いておりません。このようなね、石造りの立派な鳥居がございまして、ちょうどね、4月の頭ということでね、桜もいい時期ですね。はい、じゃあね、中ちょっと入らせてもらいましょう。はい、こんな感じ。桜がね、いい感じですね。若干ちょっとね、もう散り気味ではあるんですけど、なかなか良い時期に来たんじゃないでしょうか。こんな感じでね、出店もたくさん出ておりました。まだね、早朝なんで、まあ、境内はね、静かなもんですけど、この日ね、土日だったんでね、結構ね、日中になれば相当人で溢れているんじゃないでしょうか。こんな感じでございます。はい、じゃあね、進んでいきましょうね。結構ね、水の町だけあって、こんなね、立派な池の方が神社の中にございまして、こちらのね、桜も綺麗ですね。非常に美しいね、大きな池が境内の中にはございまして、結構広い境内なんでね、歩いていてもね、楽しいですね。まあ、当チャンネルはね、観光チャンネルではないんですけど、本来はね、あんまり観光地のところはね、見ないんで、街歩きはメインなんですけど、今回はね、ちょっとせっかくなんで、三島大社の方、ちょっとね、歩いてみます。桜もね、綺麗ですね。こんなしだれた感じのもありまして。じゃあね、門を越えて、さらに進んでいきまーす。また門ですね。空用の門がございまして。こちらはね、拝殿かなと思ったんだけど、埋殿っていうんですかね、武殿っていうんですかね、なんかそういう名前みたいです。こちらはね、こちら本殿ですね。はい、じゃあこちらでね、この後お参りの方いたしまして、帰りました。続いててよかったですね。じゃあね、今度ね、このね、正面、参道というかね、門前町というか、こちらがね、こういう観光地みたいな感じに、ね、なってますんで、ここの方ね、ちょっと見ていきましょうね。まだね、早朝ということでね、ちょっと店とか全然開いてなかったんで、こんな感じで寂しい感じになってますけど、多分ね、ここね、日中はかなり賑わうんだと思います。下もね、こんな石畳状になっていて、綺麗に観光地してますね。ということでね、花がまた、本当にね、町中そこら中に、これはね、どこがやってんでしょうね、市がやってんのか。あ、またこちらにね、先ほどのね、からくりありました。
でも相変わらず水が出ておりません。これはね、早朝だからからなのか、水が枯れてるからなのかよくわかりませんけどね。こちらでね、一旦西の方に行ってみましょう。そうすると現れるのが、はい、こちら。こちらなんでしょう。三島市役所になりますね。こちらもね、こんなね、水のオブジェ。まあ、こちらはね、稼働してましたね。ポンプで組み上げて。本当にね、水をテーマにした街というかね、水を大切にしたね、街づくりになっておりますよね。まあ、観光も当然意識してんでしょうけどね。こんな感じで、コンコンと水が、まあ、湧き上がってるわけじゃなくて、ね、ポンプアップしてるだけだと思いますけど、こちらのね、市役所の前のところにも、このような感じで、川なのか用水路なのかわかりませんけど、水がね、流れているようなところがございます。流れてはいないか、ここは。でもね、ほら、いちいちね、あ、ここは流れがありますね。ほんとね、街中のね、至るところにね、こういう川というか水路というかね、あってね、水がね、流れてんですよね。これがね、どっから流れてくるのか、富士の伏流水なのかね、どこかの湧き水なのかよくわかりませんけど。はい、こちら三島市役所になります。じゃあね、三島市役所からね、さらにちょっとね、南に行ってみましょう。市役所南交差点というところまで行ってみます。こちらね、市役所の隣に、お寺の方ございますね。このお寺の前のところもね、全部こういう感じの溶岩チックなね、水路になっておりまして、洒落てますよね、なかなか。おしゃれだ。はい、じゃあここがね、市役所南交差点になります。奥の方にはね、伊東洋華堂もね、見えますね。あっち行くとね、国道1号沼津バイパスの方なんですけど、ちょっと今回はね、歩きで遠いんで、さすがにあっちまではね、行っていられないんで、ちょっと上空の方からね、見てみたいと思います。お、電車も通ってますね。はい、これ今の交差点からこの後ね、鉄道を越えてさらに南に行くと、このような大きなね、洋華堂中核とするショッピングモールの方がございます。こちらがね、お買い物は便利そうですね。はい、そしてね、さらに南にこのような形にね、東西に走っているのが国道1号沼津バイパスです。このね、沼津バイパスね、西の方に行くと沼津の方に行くんですけど、この道沿いね、こっから沼津あたりまでにはね、道沿いに結構ね、おなじみのね、チェーン店等が並んでる感じになります。じゃあね、ちょっとこちらの先ほどの交差点の方にね、戻ってまいりまして、これからね、西の方に向かって歩いていきたいと思います。ちょっと行くとね、鉄道とぶつかりまして、そこにね、駅の方がございます。こちらね、三島田町駅というね、駅がございます。じゃあ西に向かってね、歩いていきましょうね。沼津バイパスの方までね、歩いて行ってもよかったんですけど、ちょっとね、さすがに遠すぎんでね、今回は上空から見ておしまいにします。はい、駅の方ございました。こちらですね、三島田町駅、かっこ三島大社前とね、書いてありますけど、三島大社までは、まあ、やや歩きますね。まあ、やや歩くといっても10分かからない程度ですけど、駅前にはこんなスーパーみたいのもあります。三島大社へようこそということでね、三島の島はね、こっちの島を書くんですね。まあ、ローカルな感じの駅ですよね、やっぱり。三島駅から、ここは2駅か。タクシー乗り場なんかもございまして、昔ながらのね、ローカルな駅前というね、様子を見せてくれます。駐輪場もね、結構立派なのがありますね。駅前はこんな感じ。ローカルですね。ローカルな静岡の駅というね、感じがします。じゃあこちらのね、駅から北へ進んで、いよいよ三島の町の中心街の方に向かいたいと思います。はい、駅をね、後にいたしまして、こちらの道をね、中心街の方に向かっていきます。中心にね、あのようなタワーマンションがね、見えますね。あちらをね、目指して中心街の方に向かってみましょう。こちらはなんだ、花畑か。本当にね、花が溢れてる街ですね。結構高いね、マンションなんかもこの辺もね、裏通りとかにありますよね。大抵はね、中低層のマンションとかですけど、まあでもなかなかね、賑やかな街ですよ。で、ここがね、メインストリートになります。結構高いマンションもありますね。はい、田町駅入口という交差点まで参りました。こちらがね、まさにメインストリート。こちらはね、郵便局ですね。三島の郵便局になります。はい、こちら方向がね、先ほどのね、三島大社の方ですね。東の方向を見たところです。こちらがまさに三島の町のメインストリートになります。こちらがね、西の方を見たところです。まさにね、この辺りからこの西に向かってところがね、メインです。じゃあちょっと脇に入ってね、こちら御殿川というところです。まあ、こんな感じでね、本当にね、川というか水路というかね、こういう本当綺麗なね、水が流れてるね、川や水路がね、町中にね、何本も通ってるんですよ。こちらの川はね、先ほど言った白滝公園の辺りでね、桜川から分岐して、ここの方に流れてきて、さらにね、南下して、先ほど通ったね、三島田町駅の脇を流れて、さらに南下して例のね、洋華堂のところの脇を越えてさらに南下していくという川になります。はい、それじゃあね、こちらのメインストリートの方を一路ね、
西に向かいます。まあ、西にねちょっと行ったところにね本町交差点というねところがありますので、本町交差点かな、わからないですけど、ここのところまでねちょこっと歩いていきます。こちらね左はね立派なねホテルの方ございますね。街一番立派なんじゃないですかこのホテル、なんか豪華そうなホテルがありまして、ここの脇を抜けてねこちらがねおそらくこの三島の街のメインの交差点なんじゃないかな。メインストリートがね2本交わる感じで、こちらね北行くと駅の方ですね。こちらのね道まだ通ってなかったんで、ちょっとねちょっとだけね北に行ってみましょうね。ここさらに行くとね、さっきのね楽寿園の方のね入り口の方行きますよ。こちらもねおそらくね三島の中ではかなりメインの通りの一つになるんじゃないかと思います。はい、じゃあねこちらの本町の交差点をこちらから北にね向かって進んでみます。今のね東西の道がおそらくメインストリートなんでしょうけど、こちらもねおそらくねメインストリートに匹敵するぐらいの賑やかな通りになるんじゃないでしょうか。結構ね左右ともにねずーっと店がありましてね、素晴らしいね。ここも花で溢れたね通りで、とにかくね通りが結構ねどこも本当にね綺麗に整備されております。はい、こちらね三島信用金庫の本店だそうです。本部はねまた別にあるみたいですけど、こちらのねでかいビルは三島トラストビルディングというねオフィスビルだそうです。じゃあこの辺にしときましょうかね。ここ北行ってもね楽寿園の方戻っちゃうだけなんで、じゃあこちらのね本町の交差点の方まで戻ってまいりました。こちらからはね一路西に進路を取りたいと思います。この辺りからね西の方に行ったところがこの町のおそらくね一番にぎわってる地点になると思います。こちらのねうなぎ屋のところまで行ってみましょう。有名うなぎ屋のところですよ。じゃあね一路西に向かいます。はい、こんな感じでねタワーマンション出ましたね。おそらく三島でね一番高い建物なのではないでしょうか。いいですねタワーマン。低層階にはねこんな感じでねいろいろショッピングのね店も入ってまして、まあ三島のねお金持ちが住んでるんでしょうね。こんな感じ、左右はねずっと商業地区になってまして、うん、シャッター街一つないね素晴らしい活気がありますよ。今回ね撮ってんのがね早朝なんでねそんな人はいませんけど、日中はすごい人でした。タワーマン以外にもね結構ね高層のねマンションこの通り沿いにいくつか建っております。こっちはね圧倒的ですねタワーマン。本当にね結構ね日中はね人いました。ちょっとね日中だとねモザイクかけるのがめんどくさいんでね早朝に撮ってますけど、はい、こちらにはお寺の方もございます。なんかね沼津よりねむしろね人はね多いんじゃないかと感じましたね。まあ観光都市ですからね、ほとんど地元の人間じゃなくてね観光に来た人だと思いますけど、すごい活気ありましたよ三島の街中。はい、そしてこちらがね有名なうなぎ屋の桜屋です。傍らにはね源兵衛川が流れています。このように三島桜がデザインされた源兵衛橋とね書かれてますけど、こちらがね源兵衛川です。こちらもね先ほどのね桜川と並んでね、おそらくこの三島を代表する素晴らしいね有名な川なんじゃないでしょうか、源兵衛川になります。いやー美しいですね、非常に素晴らしい。そしてこちらがね三島でもトップクラスに有名なねうなぎ屋さんになります。桜屋だったかな。こちらもね素晴らしいねうなぎのお店です。三島ね水がきれいということでねうなぎもね有名なんですね。こちらが源兵衛川になります。やっぱねちょっと今水量少ないですけど非常に綺麗ですね。街中流れてるとは思えないぐらいね水がやっぱり澄んでてね本当に美しいですね。水がね綺麗なんでね、綺麗な水のところでうなぎにね泥吐かせて食べると美味しいからね、きっとうなぎが有名なんだと思いますけど、こちらね三島大社になります。ほらこんな感じでね川がいろいろ流れてますけど、源兵衛川こちらですね。あ、やっぱり楽寿園の中のね湧き水のところから流れてきてんですね。こちらが水源か、素晴らしいですね。川のねほとりのところもこんな感じでちゃんと整備されていて、こちらがね時の鐘というのかな、なんか時の鐘っていうとね川越を思い出しますけど、こんなね鐘の方がございまして、なんでねこんなところ鐘があんだかよくわかんないですけど、はい、川こんな感じになっております。ノスタルジックな雰囲気ですね。ちょっと降りてみますか。はい、こんな感じでねポンポンポンとね飛んでいくような橋がございます。っていうかこれ民家用のやつか、乗っちゃってよかったのかな。はい、こんな感じ。うわ水量少ないね、ちょっと右の方干上がっちゃってますね。でもすごく綺麗です。これね水多い時期だったらね多分コンコンと流れてね素晴らしく美しいんだと思いますよ。こんな感じで流れていきます、下流の方にね。お、鳥もなんかサギとかかな、鳥も飛んでますね。はい、こちら行くと三石神社というね神社の方がございます。このね源兵衛川のねほとりにあった三石という巨大な石の上にね祀った神社となっております。はい、こちらはね伊豆箱根鉄道駿津線の線路になります。先ほどね寄ってきた駅の方から続いてますね。源兵衛川綺麗ですね。この先でねほら鉄道でね小さい鉄橋があるんですけど、あのねそばのところでね写真撮るとね非常にね映えるスポットらしいんですけど、ちょっとね行くの忘れちゃいました。
という形でね戻っていきます。こちらがね先ほどのうなぎ屋桜屋になります。うなぎが有名でねいっぱいうなぎ屋さんねあるんですけどね、まあここが一番やっぱり観光客とかに人気というかね有名なお店になるのかな。今まだ早朝なんでね開いてませんけど、あーうなぎ焼いてんのかな、それでも煙が出てますね。ということでね私はテイクアウトでね前日に買ったんですけど、そちらがねこちらになります。私はねテイクアウトで買ってホテルで食べました。店内とね値段ほとんど同じぐらいでねこんなうなぎ弁当が買えるんですよ。前私はね店内で食べたことあるんで、今回はねちょっと落ち着いて食べたかったんでホテルねすぐ近くに取ったんで、このようにテイクアウトで買ってまいりました。結構ねやっぱり立派ですね、折り詰めの方が。開けるとこんな感じです。これタレかな、こんな感じでねうんちくがいろいろ書かれてまして、すごい立派な箱に入ってます。その辺の安い弁当とわけが違う。オープンいたしますと、おー素晴らしいですね、うなぎ、お立派な目方のがね1尾分入ってますね。いやー素晴らしいね、美しいね。ここのねうなぎうまいんすよね。前はね店内で食べたんですけど、今回はお弁当で買ってまいりました。美しいうなぎでございます。三島もね非常にうなぎ有名でございまして、いろんなまあ店があるんで、今回ねここ食べたことあんで他で食べてもよかったんですけど、まあ有名店ってことでねこちらのご紹介をしたいと思います。うん素晴らしいね、裏もしっかり焼き目がついておりまして、いやー素晴らしい。身もね目方も立派で、身も厚くてね脂もしっかり乗っててね素晴らしいうまさ。こちらのね山椒がねこんな非常に鮮やかなグリーンしててね、ちょっとねピリッとくる結構ね強めの味の山椒でね、これが香りも良くてうまいんですよ。いやー見てくださいよ、この脂の乗り切ったねトロッとした美しく輝くねこの身を、素晴らしいです。ただね店内で食った方が明らかにうまかったです、これは間違いない。あのね弁当用にねちょっと冷ました塩でね作っているようでね、まあ蒸気とかでねダメになっちゃいますからね。ということで持ち帰ってすぐ食べたんですけど、やっぱりねちょっとね熱々という感じではなくてね、店内の方が明らかにうまかったんで、皆さんはぜひ店内で召し上がってみてください。まあそれでもねめちゃくちゃうまかったですけどね、うなぎ最高。ついでにこちらはね泊まったホテルのね上から映した街ですね。これはね東側の方ですね。あの目の前に見えてるねでっかい森みたいなとこがね三島大社になります。そんであほらあそこがさっき浜寿司のね交差点です。こんな感じですね。今ね南の方に、あほら洋華堂が見えてるじゃないですか、先ほど見た南の方にカメラを振りまして、おそらくね奥に見えてる山、あれ伊豆の山々じゃないかな、違うかな、こんな感じになっております。まあね沼津と比べてめちゃくちゃ高い建物がバンバン建ってるっていう感じではないんですけど、結構ね街はねずっとね続いてる感じで、まあ低層住宅街ではあるんですけどね、なかなかね発展していてね活気があってねいい街ですね。新幹線通ってますからね。はい、じゃあね先ほどのうなぎ屋に戻りまして、うなぎ屋からちょっとね西に行ったところに駅の方ございます。こちらね三島広小路駅という寸図線の駅になりまして、三島広小路、先ほど行った三島田町というね駅になっております。こちらね踏切の方がございまして、こちら右見るとこちらがね三島広小路ですね。まあ三島のね町の中心街にはこちらのね駅がね最寄りとなるかと思います。まあ三島駅からでもね十分歩けるんですけど、まあ駅自体はねこんな感じの非常にローカルなね、なんか板橋区にありそうな駅ですけど、こんな感じですね。こちらの駅から東に行くね、このメインストリート沿いが一番発展してる感じになりますね。あ、ちょうど電車来ましたね。寸図線ですよ。来ました。なんかね、ゴールドに輝く非常に派手派手な車両が参りましたけど。結構人乗ってますね。まあこの次はもう三島ですからね。こんな感じで派手派手な電車が駅の方に入ってまいりました。ちなみにねこのシーンは前日の夕方に撮影しています。はい、じゃあね駅を後にして一路ね北の方に向かってみましょうか。この駅の周りもねかなりね発展したね商業地区という感じでね、低層の店なんですけど、ずっとねこんな感じで商店街がね続いてる感じです。駅の向こう側もねかなり商店がねいっぱいあったけど、駅のね東側もねこんな感じでずっと商店続いてますね。うん、こちらがね駅の北の端ですね。またねこちらもねこんな感じで川用水路が流れておりまして、すごい本当にねそこら中に水が流れててね、さすが水の町だなという感じですね。ほらこんな感じで方向的にこれも楽寿園の方から流れてきてんのかな、違うかな、こんな感じでねずっとね左右商店が続いております。まあまだね今はね早朝なんでこんな感じでシャッター閉まってますけど、なんとなくねシャッター街というねあんまイメージがないですね。
ほら、こっちもこんな奥の方までずっとね、商業地区なんですよ。なんとなくね、シャッター街って雰囲気を全く感じませんでした。多分昼になったらね、続々開くんだと思いますよ。この辺とさすがにちょっとね、おとなしいかなという感じです。ほら、ずっとこの道沿い、ずっと商業地区になってまして、ね、こちらまでやってまいりました。あんまね、高層の建物とかないんですけど、ほんとね、なんか昔ながらのね、商店街みたいなとこは生きてますね。じゃあ、こっからね、北に向かいますね。駅の方にも向かっちゃいます。こちらでね、ちょっと一路、北の方に進行方向を取りまして、三島駅の方に向かいたいと思います。この辺はね、もう中層じゃないや、低層のね、住宅街がずっとね、続いているという感じですね。こちらはね、楽寿園の方向ですね。なんかこの辺り結構高いマンションとかもね、建っていて、まあもうね、三島の駅前ってこともありますからね。はい、じゃあ突き当たりにあるのが静岡県東部総合美容専門学校ということでね、こちらを右折して一路ね、東の方に向かいます。もうここね、駅前通りなんで、東の方に向かうとこんな感じですぐね、三島駅の方がございます。こうして上空から見るとね、もう駅のすぐね、南がこんな楽寿園のね、森になってます。じゃあ駅の方に向かいましょう。まあ駅前とはいえね、そんなめちゃくちゃ発展してるっていうわけではないんですけど、どうもね、この南口の方ね、この後ね、再開発のね、予定等あるみたいで、結構でかいね、施設ができるみたいですね。はい、こちらね、楽寿園です。この駅からね、ほんと目と鼻の先にもう入り口があるんですよ。ただしこちらはね、メインのね、入り口ではないらしいです。駅直下の入り口ということでね、作られてるだけで、先ほど見たね、ところがメインの入り口になります。こんな楽寿園というね、感じで、結構花がね、ここも植えられててね、綺麗ですね。楽寿園の中もね、なんかすごい綺麗なね、泉がある公園らしくて、まあご紹介したいのは山々ですけどね、有料地帯になりますんでね、あまり撮るのはよろしくないでしょうから、皆さんは自分の足で行ってみてください。ということで、ね、こんな感じでもう駅の本当にね、目と鼻の先なんですね。こちら帰ってまいりました。三島駅の南口になります。はい、それではね、街歩きを終えまして、ここからは不動産分析のコーナーに入りたいと思います。こちらはね、おなじみホームズというね、大手不動産ポータルサイトの賃貸需要のヒートマップを引用してまいりました。三島駅周辺になりますね。赤い色がね、一番需要が多いところで、感触に向かうに従って需要が少なくなるわけなんですが、こうして見るとね、駅周り中心に結構結構ね、広範囲で色がついていますんで、やはりね、地方都市ということもあって、駅周りがどうこうという問題ではなくね、全体的にそこそこの賃貸需要があることが伺えます。今回私が歩いた主にね、三島駅南側、国道1号沼津バイパスの内側あたりはね、かなりまんべんなく賃貸需要があってね、赤い表示も多いんで、結構ね、賃貸需要は旺盛にあるんじゃないかなと思いますね。赤い範囲も多いですよね。私が歩いた街の中心街のあたりなんてね、結構首都圏に匹敵するぐらいのね、こう赤い範囲があるんで、結構ね、駅南が需要が旺盛であると思われます。国道1号より南になるとね、さすがにちょっと少ないかなという印象はありますね。はい、こちらはね、ハザードマップになります。前回のね、動画の沼津の場合は津波ハザードマップも示しましたが、三島は内陸なので津波の心配は一切ございません。こちらはね、洪水のハザードマップになるんですが、やはりね、川の周辺はね、どうしても洪水の心配ありますけど、左上のね、三島駅の南方向、私が今回歩いた範囲ですね、あの辺はね、全然大丈夫ですね。沼津バイパスの主に下側がな、そうですね、三島田町とか三島広小路の駅のあたりは、そこからね、北は全然平気な感じですね。例の八花堂のあたりから南のあたりになると、ちょっとね、浸水しちゃうかなという感じですね。八花堂のね、前のところのアンダーパス深いのがあったかと思いましたけど、まあ私は通りませんでしたけど、あそこにね、なんかびっくりマークみたいな注意書きがついているんで、おそらくね、冠水するとあの辺もね、アンダーパス水が溜まっちゃうっていう恐れがあるっていうことで、こういうマークついてるんでしょうね。そうですね、やっぱり賃貸需要が旺盛だった範囲はかなり洪水にも強いことが分かります。結構ね、街中に綺麗なね、用水路というか小川みたいのが流れてましたけど、あの辺も全然平気な感じですね。大河川の周囲以外はかなり水にも安全な土地であるということが分かります。ちなみにね、沼津と比べてね、路線価の方もね、全体的にね、三島の方が高めですね。私が歩いた範囲のところなんて余裕でね、10万超えてたんで、かなり地方都市にしてはね、いいんでしょうね。はい、こちらはね、人口推計ですね。まあ将来人口の予想等が入っているわけですが、現在ね、11万人を切ったぐらいのところなんですが、これがね、まあ当然ずいずいっと下がっていって、2040年にはね、9万人を切ってしまうという感じになってしまうんですが、沼
数に比べるとね、随分ね、将来の予想人口減少幅がね緩やかですよね。全国的に見てもあんまりね、そんなにきつい減少してるなという印象はないですね。やっぱりまあ新幹線があるからなのか、あるいは何なのかわかんないですけどね、なんとなくね、こう歩いてる人の量を見てもね、沼津よりね、なんか活気がある気がしたんですよね。当然街自体はね、沼津より全然小さいんですけど、なんかね、三島の方が活気がある気がしましたね。ということで、まあ当然ね、これは全国的に下がっていくんで、下がってんのは当たり前なんですが、比較的ガクーンと下がるわけではないのかなという印象です。まあ下がっていくことに変わりはないんですけどね。はい、こちらはね、空き家件数等のグラフになります。まあここはね、過去の値なんですが、このね、オレンジ色の線が三島市ですけど、平成30年時点で 14.5% というね、空き家率になっております。全国平均と比べるとね、 1% ぐらい高いんですけど、結構ね、高めの静岡県の中ではまあ比較的マシな方なのかなという感じですね。ここ15年ぐらい横ばいみたいなんで、世帯数はね、まあ徐々には減っていくんでしょうけど、新規着工数からね、取り壊し分を引いた純増数自体もね、おそらくもう横ばいになってると思いますんで、空き家率が大幅に高まっていくという感じではないのかもしれません。まあ、とはいえね、今後どんどん人口減っていくんで、徐々には空き家率は高まっていくんでしょうけど、まあ、それでもね、比較的そんなに三島市自体のね、将来推計がそんなガクッとね、人口が減る感じでもないので、まあ、大幅にね、めちゃくちゃ過疎の地域みたいに悪化することはないのかなという印象ですね。またね、今回私が歩いたようなね、街の中心部分に関してはね、余計にね、需要が減ることは少ないと思いますんで、あの辺りだったらね、安泰なのかなという印象を持ちましたね。かなりね、街から活気も感じましたからね。はい、こちらはね、全国の市町村の主要財政指標ということでね、財政力指数のグラフになってますけど、主に静岡県周辺をね、表示しておりますが、三島市は 0.93 ということでね、まあまあまあの数字なんですけど、前回のね、沼津市がね、0.96 ということでかなり高いね、全国1700いくつのね、基礎自治体のうち170位ぐらいということで、かなり優秀な成績だったんで、それよりね、0.03 ポイント低いんですが、まあまあでもね、全然悪くないですよ。沼津が異様に高いだけでね、三島市も十分に財政的には健全であると言えるでしょう。ほら、他の市とか見てくださいよ。低いとことかね、伊豆の方とかやばいことになってますよね。0.3 とか。これはちょっとね、シャレにならない感じはありますけど、三島市は 0.93 ということで、十分に優秀な財政状況であります。将来的にもあまり心配はない感じがいたしますね。繰り返しますが、街歩いててもね、かなりね、街にね、活気を感じましたからね。まあ、土日ということでね、観光客がメインだったのかもしれませんけど、全然ね、なんか寂れた感じを受けなかったんで、かなりね、元気な印象を持ちましたね、三島市に関しましては。以上で三島駅周辺の街歩きの動画は終了になります。なかなかね、活気があってね、いい街ですね。三島大社もね、水の湧き出る街も本当に綺麗でした。新幹線でね、東京まで 4,50 分ということで、非常にね、暮らしやすい地方都市といった印象でありました。またね、このような街歩きの動画作っていきたいと思いますので、この街やってくれとかね、リクエストの方あったら、ぜひコメント欄の方にお寄せください。またね、いいねボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私ね、この他にも DIY や不動産投資のね、チャンネルもやっておりますので、そちらも概要欄に貼っておきますんで、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。それでは今回もご視聴誠にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。